それではマッカーサーとウィルソンの島の生物地理学理論を見てみましょう。これ名称自体はね、全く覚える必要ありません。高校生物範囲外なんで、たまに発展問題で出て質問結構受けるんで、ちょっと、ここで説明しておきます。これどういうモデルかっていうと、一つの島の種数は新しい種の移入とすでにその島に存在する種の消失、この間の平衡関係で決まるっていうモデルです。まあ簡単に言うと、ある島があった時にその島にどんだけ種がいるかを表すモデルです。縦軸にいろんな速度、横軸にその島にすでに存在する、その島に存在する種数を取ります。で、赤と青でそれぞれ2本ずつ線が書いてあるけど、まあ初めはちょっとね、この2本ずつ書いてあるけど、簡単に赤と青で分けてみてみよう。赤い線、この赤い線は移入を表す線です。その島に種が移入してくる速度、移入速度を表す線がこの赤い線。赤い線が下がってるね。赤い線が下がってる。この2つ赤い線あるけど、それを区別せずに赤い線が下がってる。この赤い線が下がってるのはなんでかっていうと、その島に存在する種数が多ければ多いほど、新しく種が移入してくる速度って減るんですよ。当たり前、すでにその島に同じ種がいる可能性があるからです。もちろんものすごく種類がある自動販売機、その自動販売機に新商品を追加するって難しい。コーラを入れようかな、あーいやーコーラもうあるよね。アクエリアス入れようかな、あ、まあアクエリアスあるよ。コーヒー入れようかな、わーコーヒーもあるよ。じゃあ新商品何入れればいいんだよって感じだけど、その自動販売機に3種類しか売られてないんだったら、ね、3種類しか売られてないんだったら、ね、じゃあ、はい、コーラ、ね、はい、ね、コーラ新商品、ね、はい、アクエリアス、はい、アクエリアス新商品移入した、ね、そんな風に、その島に存在する種数が多ければ多いほど、すでにそこにいる種がめちゃくちゃ多いってことだから、新しい種が、この移入っていうのは、その島にいない、その島にいない新しい種が入ってきて、固定することを移入って呼んでるんで、その島にすでにその種がいたらそれ移入にならないんですよ。 A っていう種が入ってきた、いやいや A っていう種はもう島にいますよ、島で暮らしてますよ、あーじゃあこれは移入にカウントできないかって感じなので、その島にすでに存在する種数が多ければ多いほど移入速度は減っていきます。じゃあ次、青いグラフは消失速度です。消失速度はその島に存在する種数が多ければ多いほど増えていきます。当たり前で、単位時間あたりの消失数が存在する種が多い島では増えるからです。いろんな理由で消失する理由か、いろんな理由でたくさんの種のうちどれかが消失する理由があるからです。これ意味、どういう意味かっていうと、例えば3000種の種が暮らしている島だったら、消失数をカウントするのって超大変だよ。だって3000種もいるんだから、3000種もいるんだから、あそこであいつが種 A が消失してる勝ち、あそこで種 D が消失してる勝ち、あそこでみたいな、もうむちゃくちゃ種が多い島では常にどこかで誰かが消失してるんで、単位時間あたりの消失数が増えるんですよ。絶滅数が増えるんですよ。もしさ、3種類しかいない島だったら、3種類のうちどれかが絶滅するまでカウントする必要ないから、超暇だよ、超暇。3種類しかいなかった、だけど3000種類いたら、あそこであいつが消失した勝ち、あそこであいつが消失したっていうふうに、常にどこかで誰かが消失してる可能性が増える。なので、その島にすでに存在する種数が多ければ多いほど消失速度は増えていくんですね。単位時間あたりの消失数が増えていくんですね。で、これが青が上がって赤が下がってる理由で、次に赤は赤でも2本あるじゃん。これ上の方の赤が近い島、下の方の赤い線が遠い島です。この近い遠い、どっから近い遠いかっていうと、陸地から。大抵島に種が移入してくるって、それ陸地から移入してくるのが普通なんですよ。なので当たり前だけど、陸に超近い島は移入数が増えるし、移入速度が増えるし、陸からめっちゃ遠い島は移入速度が減るし、なので陸地から近い島と遠い島でグラフが分かれてるんですね。で、一方この青いグラフが2本分かれてるのは、小さい島が上のグラフ、大きい島は下のグラフです。小さい島って生物の個体群が小さくなります。生物の個体群が小さくなると、例えば繁殖相手が見つからないなんてことがある、ね、むちゃくちゃ個体群が大きければ、ね、繁殖相手が見つかりやすいけど、めちゃめちゃ個体群が小さいと、例えば繁殖相手が見つからない、下手すりゃ全員繁殖せずに絶滅なんてこともあるかも。なので小さい島の方が絶滅の危険性が高いんで、グラフが上にシフトします。消失速度は小さい島の方が上がります。
で、こんな風に4本グラフがあったときに、例えば遠くて小さい島、陸地から遠くて小さい島は交点がここだね。遠くて小さい島の交点はここで、ここそんな陸地から遠くて小さい島に存在する種数はとっても低くなりますよ、とっても少なくなりますよってのを表してるグラフなんですね。逆に陸地からとっても近くてめっちゃ大きい島、そんな島にはいっぱいたくさんの種が存在する可能性がありますよってのがを表してるんですね。こんな風にその島にね、その島の条件によってね、その島にどんだけ種数がいるかを、どんだけ種数がいるかを表すモデル、それがこのモデルなんですね。ちょっと難しいけどね、しかも発展なんであんまり神経質に覚える必要ないけどね、ちょっとね確認してみてください。でももし問題で出会ったらね、この動画で復習してみてください。